渡辺監督代行、辞任。最下位に低迷する西武がコンオフ、編成及びコーチングスタッフを大幅に刷新することが30日、分かった。日本ハムに敗れてクライマックスシリーズ、CS、出場の可能性が完全消滅し、2年連続 B クラスが確定。松井和夫監督、48、が5月下旬に休養し、渡辺久信 GM、59、が監督代行を兼任したが、悪化の一途をたどった。同監督代行兼 GM はいずれの役職も辞任する可能性が高く、球団は再建へ動き出す。もう終わったねこの球団。鍋球残念や。次のシーズンから西渕さんが監督？大変だろうと思うけど頑張ってほしい。これ多分、成瀬は天下を取りに行くの第3作の出だし、島崎、私は来年西武ライオンズの監督をやってみようと思うんだ、になりそうやな。阿部やめろって言ってる一部の巨人ファンたち、1年目の監督がやめるってこのレベルで初めて起こることだから。西口さん即監督にすんのマジでやめてくれ、西武のヒーローなんだぞ。代行も辞任するのか。まあしょうがないよな、ドラゴンズもなんか動きあるのかな。こういう状態から立て直すにはかなり革新的なやつ4番と話なら暗記するけど、まあ松井和夫がそのままやってたら精神やむか首つってたもしれんからな。誰がやっても変わらないって分かってた上で家中の栗を拾ったのは男渡辺久信よ。西武さん、代行の代行必要になってる。ご視聴ありがとうございました。